香川県の戦国時代特集。戦国大名そごう正康を生み出した歴史を解説、ご当地戦国特集。戦国時代は日本史上初の地方の時代でした。室町幕府の統制が弱まった地方では、ご当地戦国大名が割拠し、地域の特性を生かした分国法を制定し、産業を奨励、現在につながるローカル文化を生み出します。このように戦国時代といえば、ご当地戦国大名の話題がいろいろあるのに、映画やドラマでは近畿や関東や東海の戦国大名ばかりが登場して不公平ですよね。そこでほの日では今回、香川県の戦国時代を特集してみましたよ。香川県の平安時代。大化の改新後、讃岐の国となった香川県には、大内、寒川、三木、山田、香川、あの、宇多、中、多度、美濃、狩田の11郡が置かれ、讃岐の神として国司が派遣されました。平安時代には関東で起きた平将門の乱に呼応して、海賊の藤原住友が伊予の国、愛媛県で放棄し、讃岐の国の国府を陥落させ、太宰府まで攻め寄せます。大和朝廷は追武士長官小野義振、次官源元常、左官藤原義行、大倉春真による兵を差し向け、天行4年941年5月に博多湾の戦いで、住友の船団は追武士の軍により壊滅。住友は息子重田麻呂と本拠地伊予へ逃げる途中、宇和島で殺害されたとも、獄死したとも、遥か南方を目指して消息を絶ったとも言われています。平安時代の末には、源平合戦で有名な屋島の戦いが起こり、一の谷の戦いで敗れた平氏は、屋島の戦いでも義経軍の背後からの急襲で敗北。以後瀬戸内の政界権を失いました。また鎌倉仏教派の法然も香川県に流罪にされ、ここで雨乞いの儀式を見て念仏踊りを編み出したそうです。建武の新政から南北朝。鎌倉幕府が滅亡し、後醍醐天皇による治世、建武新政が開始されますが、それまでの公武二本立ての政治を強引に公家一本にしようとし、全国の武士の反感を買います。やがて倒幕の功労者の足利尊氏が挙兵、讃岐武士は足利一族の細川上善に従って従軍しました。細川上善には下総御家人安富氏や相模の御家人の香川氏が悲観として従い、やがて讃岐に土着し、有力国人となります。尊氏は一度敗れるものの、九州で再び勢力を回復、上洛して幕府を開き、後醍醐天皇は吉野に逃れ、日本は南北朝時代に突入します。細川大周家、細川秋氏が讃岐の国守護に。足利尊氏に従い香川県の支配者となったのは、細川上善の兄弟細川秋氏でした。秋氏はいとこの和氏と共に元寇の乱頃から尊氏に仕えて、鎌倉幕府倒幕で活躍し、建武3年1336年尊氏の命令で四国に渡海、諸大名や黒人衆の統率に功績を挙げます。これにより尊氏に讃岐の国、河内の国、泉の国守護と侍所当人に任じられ、嫡流の和氏の死後はその弟頼春と共に細川一門を主導しました。細川秋氏の功績は高く、足利家執事で軍事担当の河野師直に並ぶほどだったそうです。しかし昭平2年1347年南朝の河内の神楠木正綱に攻め込まれて、藤井寺強光寺の戦いで敗北、さらに住吉天王寺の戦いでも逃走して敗戦すると、河内守護と泉守護を解任され、これらの地位を河野師直に譲り渡すことになります。細川秋氏は両国の讃岐を守り抜いて亡くなりますが、間もなくこの細川重氏が急死、讃岐は細川慶長家の頼春からこの細川頼行に相続し、細川奥州家は没落しました。応仁の乱後、安富氏と香川氏が勢力を拡大。細川慶長家が讃岐の守護になると、細川家は慣例として幕府の要職を占めた関係で、讃岐国人も上洛していくことになります。特に香西氏、香川氏、安富氏、奈良氏の4氏は細川四天王と称されました。ちなみに四天王のうち
香西氏は藤原北家の流れを汲み、国主として讃岐に赴任し土着した黒人勢力で、奈良氏は武蔵の国の御家人で細川慶長家に仕え、成治元年1362年の高屋合戦で戦功を挙げ、細川氏から宇多と中の二軍を賜って守護代化しました。こうしてみると細川四天王といっても香西氏以外は外来権力であり、細川氏が讃岐の土着黒人を信用していない様子がうかがえます。しかし応仁の乱が起き、その後栄翔の錯乱などで細川慶長家が分裂すると、讃岐の国文軍守護代である安富氏と香川氏が東西で勢力を拡大、両者の中間に挟まれた香西氏、阿野氏、宇多郡の長尾氏、奈良氏、羽化氏ら中小黒人の群雄割拠状態となります。阿波黒人三好氏が讃岐を制圧。この状態を制したのは細川氏の悲観で、阿波徳島県黒人だった三好氏でした。栄翔の錯乱で分裂した細川慶長家の中で、三好氏は勢力を伸ばして阿波を領国化、さらに讃岐まで侵攻して安富氏を従属させ勢力を伸ばしていきます。この時讃岐上田氏の一族三木軍の蘇豪氏は三好氏に接近、三好長慶は弟の三好和政に蘇豪氏を継がせ、若干の抵抗があったものの讃岐の国は三好氏の支配下に入ることになりました。蘇豪正康が讃岐の戦国大名となる。永禄4年1561年蘇豪和政は急死、讃岐の国は三好長慶の弟三好実久の次男の蘇豪正康が支配、阿波の国を支配した兄の三好長春の命令を受けて統治します。以後正康は兄の長春や父の重臣篠原長房と協力しながら松永久秀や三好義継と戦いますが、織田信長が松永久秀と結び、足利義昭を奉じて上洛すると讃岐に撤退しました。元亀4年1573年三好長春は重臣篠原長房と険悪な関係になります。蘇豪正康は兄の命令で阿波の国の森飛騨守、伊沢右近大夫、東山の香西氏、西山の香川氏、淡路の国の兵の総勢7000人と紀伊の国の鉄砲衆3000を率いて万歳城を攻め、次に上桜城に籠城した篠原長房を攻め、篠原長房を討ち取りました。しかしその後讃岐黒人は三好氏から離脱を開始します。理由は三好長春の強権政治と、篠原長房が東讃岐の黒人三川氏から大地軍を割譲したことのようです。讃岐黒人の離反には織田信長や長宗我部氏の調略も関与していて、蘇豪正康は讃岐黒人を支配する力を完全に失いました。離反した香川幸景は香西義清と図り、三好家臣で奈良氏領の大官を務める金倉秋忠を攻め滅ぼし、天正4年1576年に香西氏と香川氏は織田信長に従属します。蘇豪正康長宗我部氏に敗れる。天正5年1577年阿波の国で三好長春が長宗我部元親の講演を受けた伊府系の細川実行に敗北し自害、さらに同年には讃岐に中国地方の小早川氏が上洛し、西の庄城主の香川民部省を助けて長尾氏と羽化氏を攻める事件が発生します。この事態に三好一族は蘇豪正康を当主として担ぎ、阿波松髄城に入れて三好家の勢力挽回を図りました。蘇豪正康は土佐長宗我部氏に対し讃岐と阿波黒人に交戦を呼びかけ大半を糾合、織田信長も長宗我部氏の四国統一を警戒し長宗我部氏に支配下に入るように迫りますが、過去に四国は切り取り次第と信長から認可を受けた元親は拒否。ここで信長は三好氏への態度を軟化させ、蘇豪正康は信長の援助を受けて長宗我部氏と戦うことになります。しかし優勢になったのもつかの間、後ろ盾の織田信長が本能寺の変に倒れ、長宗我部氏と独力での戦いを余儀なくされました。蘇豪正康は長宗我部氏との戦いで連敗し、天正12年1584年には讃岐の蘇豪城と虎丸城を元親に落とされ、大阪の羽柴秀吉を頼り落ち延びます。
二転三転する讃岐の国の支配者。その後正康は天正13年1585年、豊臣秀吉の四国攻めに協力して長宗我部元親を降伏に追い込み、讃岐、蘇郷、三万石を秀吉から与えられて大名に復帰しました。ただそれは戦国秀久の配下蘇郷孫六郎としての復帰で、阿波の支配も三好家当主の地位も復活しません。その後蘇郷正康は秀吉の九州征伐に戦国秀久の与力として従い、秀久の無謀な作戦に巻き込まれ、辺津川の戦いで島津家久に敗れ戦死しました。蘇郷正康はこの時33歳、香川県ローカル戦国大名の寂しい最後です。讃岐を与えられた戦国秀久も辺津川の戦いで味方を見殺しにして逃げたことで秀吉の怒りを買い、讃岐の国は没収され改易されます。次に讃岐は尾藤智信に与えられるものの、尾藤も九州征伐で腰抜けな振る舞いをしたとして改易され、秀吉は生駒近政に讃岐を与えました。江戸時代、丸亀藩、高松藩、多度津藩が並立。その後秀吉が死去すると、生駒氏は関ヶ原で東軍に参加し、領地は安堵されますが、寛永17年、1640年、生駒家はお家騒動を起こし出羽の国へ移動。以後東讃岐には水戸徳川家の嫡流松平頼重が高松に入り、高松藩12万石、京極氏が丸亀に入り、丸亀藩5万1000石を起こします。途中で丸亀藩は師範として多度津藩1万石を分立させたので、江戸時代の讃岐は3つの藩が並立することになりました。戦国時代の香川県特徴。戦国時代の香川県は細川慶長家の支配下で、京都の政局に近く、黒人の香西氏、香川氏、安富氏、奈良氏が細川四天王となるなど勢いが盛んでした。応仁の乱後、栄翔の錯乱などで細川慶長家が分裂すると、黒人の安富氏や香川氏が勢力を伸ばし、阿波の三好氏と結んだ黒人蘇郷氏が讃岐を抑え、ローカル戦国大名となります。しかし、蘇郷氏は三好氏から養子を迎えていて、影響力から独立していたとは言い難く、以後毛利氏、織田氏、長宗我部氏の介入を受け、ご当地戦国大名が残れずに江戸時代を迎えました。香川県の県民性はヘラコイとされ、利己的で小賢しく要領がいい一方で、考え方は緻密で合理的、温和で人当たりが良いとされますが、確かに戦国時代の推移を見ていると、独立した支配者になるより他国の強豪の下でうまく立ち回ろうという点で県民性が出ているのかもしれません。